ウロシュラヨビチは、ユーゴスラビア出身の指揮者、ルブラナ生まれ。地元のギムナジウムを経て1963年に、ルブラナ音楽院に進学し、マティア・ブラブニチャルトルシアン・マリア・シュケル・ヤンツに作曲、ダニロ・シュバラに、指揮法を学ぶ。1968年に、オーストリアに留学し、モーツァルテウム音楽院の書き講座で、ブルーノ・マデルナの訓導を受け、 ウィーン国立音楽院でハンス・スワルフスキーに指揮法を指示した。1971年から1978年までスロベニアフィルハーモニー還元楽団の補助指揮者を務め、その任期中の1974年から1975年までルブリアーナ放送所属の室内還元楽団の主席指揮者を任された。1978年に スロベニアフィルハーモニー還元楽団の常任指揮者に昇格し、1991年までその任に当たった。その間の1979年から1981年まで、ザグレブ放送交響楽団の主席指揮者を兼任し、1984年から2002年まで、ザグレブフィルハーモニー還元楽団の常任指揮者を務めた。1989年には、 スロベニクム室内還元楽団を創設して2001年までその芸術監督を務めた。1991年から2005年までスロベニアフィルハーモニー還元楽団の主席客演指揮者を務め、2001年から2006年までベオグラードフィルハーモニー還元楽団の主席指揮者を歴任。2007年から翌年の短期間ながら スロベニア放送公共楽団の芸術監督のポストにあった。2010年からザグレブフィルハーモニー還元楽団の芸術顧問を務めている。教育者としては1984年から1988年まで地元リブラナの音楽院の教授を務め、1989年からウィーン国立音楽大学の客員教授として招聘され、1991年より、 同音楽大学の教授となった。2009年からはザグレブ音楽院でも教弁をとる。ありがとうございます。